じゃあそれでは今日の授業に入りたいと思います。で、前回はその行列式の性質をいろいろ見てきました。で、今回もそれの続きなんですけれども、今回は特にその余因子展開という計算を中心に説明したいと思います。で、教科書は85ページのセクション 3.4.1 からですね。そこから始めましょう。で、まず小行列と余因子展開というタイトルで、実はその小行列というのは皆さん覚えている人も多いかと思いますが、その行列の一部を取り出したような行列という意味でした。で、その小行列の、その作り方として、これまではその行列をブロックに分割して、でそのブロックの1個とか複数個を取ってくるという、そういう小行列の作り方をしてきたんですけれども、今回はもう少し異なった、より一般的な小行列の作り方を説明したいと思います。で、その小行列の名前は、これ教科書によっていろいろ異なる名前がついておりますけれども、この教科書では、S×P 小行列という名前がついているものです。ので、早速定義を見てみましょう。で、まず、A を、M 行 N 列の行列とします。で、その成分を AIJ で表すものとします。で、それからあと、S と T という2つの数を用意しますけれども、S は0以上、M 以下ですので、S はこの行列 A の行数を超えない数ですね。それから、T は0以上 N 以下ですので、その行列 A の列数を超えない値です。それを1個 S と T を与えたものとすると。で、その S と T に対して、その次の数を定めます。I1、I2、点点点ときて、その I の S というその S 個の数を定めるんですが、条件はその I1 より I2 が大きくて、 I2 より I3 が大きくて、でどん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 大きくな、単調に大きくなっていって、で一番大きい IS はA の行数である M 以下の数ですね。こういう I1 から IS という S 個の数の組み合わせを定めます。それとJ1、J2、JT ですね。J1、J2 というふうに単調に大きくなっていって、JT、一番大きい JT が A の列数 M を超えないような、そういう T 個の数の組み合わせ、組を決めます。そしてこの時、B という行列を作るんですけれども、
成分は H 行系列というそういう成分でして、でこれが、A の、 そのどういう成分が来るかというと、 A のちょっとインデックスが重なってしまいますけれども、 IH 成分ですね、 IH 成分と JK 成分、 IH と JK の成分が来るような、でこういう行列まあ、こういう成分を持つ行列 B を、この A の、S×T 小行列と言います。とりあえず、その数式での定義を先に書いておいて、実際にどういうふうな取り方になるかって図を後から書きますので、まず数式を写してください、写すか確認してください。でちなみに、M×N 小行列はこれは与えられた A そのものを表すということに注意してください。でじゃあ実際にその、まあ、こういう式で与えられたものが一体どういうものを意味するかというのをちょっとこれから説明しましょう。まず A という行列がですね、まあ、あるわけですね。でこれ先ほど定義したように M 行 N 列の行列なんですけれども、この A に対してこの I1 から IS というS 個の番号を取りました。でそこで何をするかというと、この A の中からですね、この第 I1 行、第 I2 行、点々点、第 IS 行をという S 個の行を選びます。そうしますと、まあ、例えば第 I1 行を選ぶと、まあ、この辺に行を一つ選んで、それから第 I2 行ですと、まあ、この辺に行を一つ選ん で同じようにして S 番目の行、第 IS 行をこんなふうに選ぶと思ってください。ですので、I1 から IS というその番号ですね、番号はその A の第何行を取ってくるかというその行の番号を表します。ここまでいいですか？で、次に、同じくその J1 から JT という番号は、ここまでくれば、多分多くの人は予想がつくと思いますけれども、列の番号ですね。J1 列、J2 列、まあ、同じようにして、J の S、あ、S じゃない、J の T ですね、失礼しました。J の T 列まで、T 列だけ取ってきなさいということで、こう、T 列選びます。こんなふうにこう選びますね。で、そうしますと、こうしてみたときにですね、その第 I1 から第 S 行で選んだところとですね、それから第 J1 から JT 列で選んだ、その両方でクロスする成分がいくつか現れますね。そこをちょっとマークしましょう。例えば、第 I1 行、第 J1 列ですね。それから I1、J2 成分。同じように言って I1、JT 成分まで、まずこうやって T 個成分を選ぶことができます。同じようにして、まあ、第 I2 行に関しても、J1 列から第 JT 列まで、こう T 個成分、要素を選ぶことができます。で最後は第 IS 行でですね、第 J1 列、第 J2 列から第 JT 列まで、こう T 個ですね、成分を選ぶことができます。で、それがですね、その合計、その、まあ、ST 個ですね、ST 個の
成分を、まあ、選ぶわけですね。でこれをこの新しい商業列 B では実はここで選んだこの黄色い丸の成分を同じ順番でこう並べなさいというわけです。先ほどはその J 例えば第I1行第I2行ってとびとびに選んできたものをこの商業列 B では、まあ、上から順番に詰めてですね、第1行、第2行、第 S 行まで詰めて並べなさいと。で、列に関しても同じように、まあ、順番にですね、第1列、第2列、から第 T 列まで詰めて並べなさいと。で、まあ、同じようにこう並べていくわけですね。ということで、その元の行列 A からその選び出した ST 項の成分をその同じ順番でこう詰めて並びますと、ちょうど S 行 T 列の行列ができます。で、この行列のことを A の S×T 小行列と言います。まず、そのここの小行列の作り方をマスターしましょう。一応上の式でですね、こういうふうな書き方を教えたのは、その、まあ、直感的に表すとこういう意味だということですね。で、ここまでいいですか？で、一つ注意なんですけれども、実はその、まあ、今の商業列 S×T 商業列の定義ではその、まあ、一般の S 行 T 列ですね、A、行列 A から S 行と T 列だけ取り出すという商業列の定義を行いましたけれども、そのこれからのその以後の余因子と呼ばれるものの計算に使うその商業列の取り方はですね、この S と T がともに N-1 の形の商業列を取り出します。ですので、まあ、A をですね、N 次正方行列としまして、N 次正方行列 A に対して、これからはその N-1×N-1 商業列を取り出すということをメインに考えていきます。さて、ここでちょっと皆さんに質問なんですけれども、この N 次正方行列 A に対して、N×N-1×N-1 小行列の作り方は何通りあるでしょうか？何通りあるでしょうか？N 通りだと思う人。N の2乗通りだと思う人。N の3乗通りだと思う人。はい、答えは N の2乗通りですね。はい、おめでとうございます。ということで、この N 次正方行列に対して N-1×N-1 正方小行列の定め方は、この N 2乗通りあるということにまず注意してください。まあ、大体皆さん、ほとんどの人はもうお分かりになるかと思うんですけれども、まあ、例えば、正方行列、N 次正方行列 A が与えられたときに、その、ちょっと今度書き方は、先ほどのその小行列の書き方とは、逆なんですけれども、その、まあ、第I 行と、第 J 列を今度は除くわけですね。
先ほどはその取り出す行にこうマークをつけましたけれども、今回は N-1 行、N-1 列を取り出しますので、N-1 本マークをするのはちょっと面倒なので、取り除く行だけ、行と列だけこうマークしました。で、まあ、こうやって、なんか要素が、成分がこうあったときに、これを、そこからその第、例えば第 i 行と第 j 列を取り除いて、まあ、こんなふうに、商業列を作るわけですね。そうすると、この取り除くその行と列をどこに定めるかっていうのが、この実はこの取り除く行 i っていうのは、1から n の範囲を取りまして、でその中で、取り除く、やっぱり同時に取り除く第 j 列っていうのが1から n の範囲を取りますので、まあ、合計で、この取り除く行と列のパターンは n 二乗通りあるということで、この n-1×n-1 商業列の作り方は n2 乗通りあります。で、この n2 乗通りの商業列がこれから頻繁に出てきますので注意してください。ここまでいいですか？はい。で、実はこのですね、商業列を使って、その余因子と呼ばれるものを定義します。余因子の定義なんですけれども、まず A を N 次正方行列としましょう。で、この時に、この A の ij という記号を次のように定義します。これ、先ほど作った商業列を使うんですけれども、この A から第 i 行と第 j 列ですね、第 i 行と第 j 列を除いて得られる除いて得られるということは、その n-1×n-1 商業列なわけです。で、これを、この商業列を A の ij というふうに名前を付けます。ですので、皆さんはこの A の ij と言われたら、即座に、図をですね、思い浮かべましょう。思い浮かべられるようにしておきましょう。商業列です。A から第 i 行と第 j 列を取り除いた商業列です。そして、この時ですね、この時、マイナス1の i プラス j 乗をかけるこの商業列ですね、A の ij という商業列の行列式を A の ij 余因子と言います。で、囲碁をですね、時々使われるんですけれども、この A、これを A のチルダ ij で表すことがあります。もう一度繰り返しますと、その A の ij、まず A の ij という記号がありますね。A から第 i 行と第 j 列を除いて得られる商業列と。で、これに対して行列式を取るんですけれども、ただ単に A の ij の行列式を取るだけではなくて、それにマイナス1の i プラス j 乗がかかるということに注意してください。マイナス1の i プラス j 乗をかける、この商業列 aij の行列式を A の ij 要因子と言います。で、これをよく今後は時々 aij のチルダ
まあ、まだニョロと呼びたい人は別に呼んでもいいと思いますが、地理で表します。ここまでいいですか。それで、こういう余韻子をというのを定義したんですが、これが一体何に使えるのという話を先にすればよかったんですけれども、今からしますと、行列式 の計算を行ったときに、前の時間にも説明しましたけれども、行列式をその例えば手計算でうまく賢く計算電池が切れましたね。こういうこともあるようですね。一応ビデオの方は電池大丈夫ですか？ありますか？はい。録画の方はちゃんと声が入っているそうですので、後からですね、録画を見て確認する人は大丈夫です。ですので、ここで僕は少し声を十分出して、電池が来ますかね？はい。ありがとうございます。素晴らしい。あ、すいません。ちょっと。本当はそのビデオで収録に使うワイヤレスマイクの予備の電池だったんですが、役に立ってよかったです。それでどこまで喋ったかというと、その余韻子の使い道ですね。前回の授業でも説明しましたけれども、その行列式の計算の賢いやり方としては、こう行列式のいろいろな性質を使って、行列式の次元をなるべく下げるっていうテクニックを使ってたんですよね。で、そのためには適切な行消去や列消去をして、いろいろ計算をしなければならないんですけれども、実は、これから述べるその余韻子展開と呼ばれるその展開の計算では、その行列式の計算に必要な行列式の次元を下げて行列式を展開してすることで計算することができるという定理です。それを紹介します。教科書ですと、教科書87ページの定理 3.18 を見てください。ここでは A を、N 次正方行列としまして、それから A の ij というのを先ほどの余韻子のところで定義しました。N-1×N-1 小行列と、しまして、それから、これでいいのかな。A の ij の次だを A の、ij 余韻子とします。で、この時、この A の行列式が、次のように展開されるというんですけれども、
と A の PJ ですね。余韻詞の A の記号ですね、A の IJ チルダという記号を導入しましたので、教科書の記号とはちょっと異なっていますけれども、中身は同じです。実はこのようにすると、その A の行列式を、その第 P 行の、A の第 P 行の要素と、それからこの A の PJ ですね、PJ 余韻詞との積の和で展開できると。で、ちなみにこの A の PJ 余韻詞というのはその次元が N-1 次ですね。ですのでもともとその N 次の行列式だったものをこの N-1 次の行列式とそれからこの A の第 P 行の余成分の積の和で展開できるというのがこの余韻詞展開と呼ばれるものです。でこの展開を A の第 P 行に関する余韻詞展開と言います。でまあ、本来ですとこの余韻詞展開の例を挙げられればいいんですけれどもちょっと今時間の都合でもう少し先を急がなければなりませんのでもし今日その時間が取れなかったら残念ですけれどもその時は演習の授業で扱ってもらうようにお願いしますので各自演習の時に復習してください。でそれともう一つですね教科書にはきちんと書かれているわけではないんですがこの余韻詞展開は今ここに書きましたようにその行に関するっていうふうに書きましたようにですねじゃあ行に関するといったら列に関するというのもあるのかっていう疑問を持つ人がいると思いますが実は列に関する余韻詞展開というのもありますので一応それもこの定理の K として書いておきます。今度はその A の第 P 列ですね。P 列に関する余韻詞展開なんですが、この場合どのようになるかといいますと、今度はその、まあ、I に関する和を取りまして、この A の第 P 列ですね、第 P 列の成分を、まあ、第 1P 成分、2P 成分という上から順番に取ってくると。でそれに対して、この A の IP 余韻詞を、まあ、かけて加えることで、加えると、その A の行列式に、まあ、等しくなるというものです。ここまでいいでしょうか。余韻詞展開にはその、まあ、行に関する余韻詞展開とそれから列に関する余韻詞展開があります。で、そしてその行に関する余韻詞展開の場合にはあるどこかの行を固定して展開するわけですね。列に関してもあるどこかの行を列を固定して余韻詞展開を行うということに注意してください。で、そこでその余韻詞というのが出てきますので、余韻詞の定義も、もう一度確認しておきましょう。までいいですか。
で、次に紹介します定理は、ちょっと一見ですね、その何を言っているのかよくわからないかもしれませんけれども、一応その後の次にそれに続く定理の証明で重要な役割を果たしますので紹介しておきます。教科書89ページの定理 3.19 ですね、余韻史跡と呼ばれる定理があります。ここでもその A を N 次正方行列と置きまして、それから今度はその I と J というその数が出てきますけれども、 I と J は1から N の間の値を取るとします。こういう書き方をしていますので、 I と J の大小関係は特に問わないということですね。i と j が等しい場合があってもいいし、i が j より大きい場合もあってもいいし、あるいは i が j より小さい場合があってもいいと。まあ、どういう条件でもいいんだけど、とにかく i と j が1から n の間の整数という条件です。で、この時、次の2つの、まあ、公式といえる式がありますけれども、1つ目は、この A の IK と書いてますから、これ A の第 I 行の成分ですね。A の I 第行の成分と、A の JK 余韻子の積の和が、この記号を皆さん覚えてますでしょうか。クロネッカーのデルタと呼ばれるものです。データの ij かける A の行列式。で、クロネッカーのデルタはどういう値だったかっていうと、i と j が等しければ1で、i と j が異なっていれば0という変数みたいなものです。で、そので、何を言ってるかというと、この、その第 A の第 i 行との要成分と、それから、第 J 列の余韻子ですね。A の第 J 列の余韻子の積の和が、どういう値になるかというと、この I と J が等しいときには、A の行列式に等しくなると。で、それ以外の場合には0になるということを言っています。で、もう一つ、二つ目の公式なんですけれども、今度は A の AI の QJ か。今度は、列に関する展開ですね。この A の KI ですから、A の第 I 列の成分を取ってきています。A の第 I 列の成分を上から取ってきて、それに対して、この A の第 J 列の余韻子をかけて加えたものですね。で、これが実はどうなるかというと、 I と J が等しいときには A の行列式に等しくなると。すなわちこれはその I と J が等しいときというのは、実はこの先ほどやりました定理のこの余韻子展開を表したものですね。で、 I と J が等しくないときには0になるというのがこの定理です。一応ちょっとその定理の意味がやや今の段階では分かりにくい人もいるかと思いますが、とりあえずこの i と j が等しい場合には、実はこの式というのはこの上でやりました余韻子展開に一致しているということだけでいいですので、チェック確認しておいてください。で、実際にその本当に等しくなっているかどうかっていうのは、まあ各自ですね、ちゃんと計算してもらえば分かると思います。一応この辺の証明は
僕の講義ノートには書きましたので、まあ、気になる人は後で確認してみてください。ここまでいいですか。でこういうものをですね、わざわざ用意したのはどういうことをやろうかと思っているとかというと、実はその今定義した余因子を使ってその逆行列を計算できるという話をこれからしようと思います。で特に、皆さん高校の数学でその2行2列の行列 の逆行列の公式をやりましたよね。まあ、ABCD という成分を持つ行列があったら、AD-BC が0でなければ、何でしたっけ僕も忘れちゃいましたけど、AD-BC 分の1かける、なんか A と D の成分を入れ替えて、それから B と C の成分にマイナスをつけるとか、そんな感じで行列式が計算できてますよね。で実は、そのもっと一般的な公式をこれからやります。それは余因子を使って計算することができます。というのをこれから話をします。そのために一つ道具として余因子行列と呼ばれる行列を定義します。教科書ですと、89ページの下の方ですね、定理 3.19 の余因子積の定理の下、問題 3.10 の下のところに定義がありますが、一応確認してみてください。ここでは A ですね、A を N 次正方行列としまして、でそれから A の IJ チルダというのを、この A の IJ 余因子と置きます。でこの時この A の余因子を使って新しい行列を作ります。でこれを、まあ、A のチルダと置きますけれども、A のチルダはどう置くかというと、まあこれだけで分かる人は多分説明いらないと思うんですが、この A の IJ 余因子を並べて作りなさいっていうんですが、ポイントは一つあって、まあ、A の11が一番左上に来る場合ですね。で行列ですと普通A の21成分っていうのは A の11の下につけたくなるんですけれども、そうではなくて、A の21は A の11の右側に持ってきなさいと。で同じようにして A の N1 もこのようにその第1行に持ってきなさいと。言わんとしているところは、その A の11とかですね、このインデックスと同じようにその行列を並べたものではなくて、その転置行列を取りなさいって言っています。同じように、ですので、A の11の下には A の12という成分が来て、同様に最後は A の 1N 成分が一番下に来ますね。で、A の21、A の22ときて、A の 2N と来ると。で、A の、N2 ですか。で、最後は、まあ、一番右下の成分が A の NN 成分になる、A の NN チルダになるというのは、まあ、普通の
行列と一緒です。でこのようにして行列を作りなさいというんですね。でこの行列を、まあ、A の余因子行列と言います。ですので一応ここに書いておきますと、その A チルダの IJ の、まあ、点値ですね、点値を並べるというところに注意してください。いいでしょうか。はい、ということでこの余因子行列を作ったんですが、これにはまあ、深いかどうか、深いかどうか分からないですけど、とりあえず訳がありまして、この余因子行列がその何に使えるかというのが、次の教科書90ページの定理に書いてあります。定理 3.20 を見てください。定理 3.20 は、まあ、余因子による逆行列って書いてありますけれども、もう少し詳しく書きますと、その余因子行列から導かれる逆行列、余因子行列からその逆行列を導くことができるという事実に関する定理です。で、その内容なんですけれども、一応上の定義でその A チルダというのを A の余因子というふうに書きますので、いきなり結論を書いてしまいますと、A×A の余因子行列イコール A の余因子行列 ×A で、それが何に等しいかというと、A の行列式 ×N 次の単位行列という行列に等しくなるというのがこの定理です。で、これから何が言えるかというとですね、もしこの A の行列式が0でなければ、この各辺を A の行列式で割ることができるんですね。そうすると、もし A の行列式が0でないならば、A×A の余因子行列を A の行列式で割ったものが、A の行列式、A の余因子行列を A の行列式で割ったもの ×A に等しくなって、それが単位行列に等しいと。ということは何を言ってるかというと、実はこの A の逆行列がですね、この A の余因子行列をその A の行列式で割ることで求まるっていうことを言ってるわけですね。というのがこの定理に言っている内容です。一応注意していただきたいのは、A の行列式がこのようにして求まるのは
その A の逆行列がこのようにして求まるのは A の行列式が0でないときですね。0でないときに限るという点に注意してください。で、実はその皆さんが高校で習ったその2次の行列の逆行列というのはこの定理に基づいて計算されたものです。まあ、すでに知っている人もいるかもしれませんが、一応ちょっとそれを見ますか。1時間授業やっていて何も例題がないというのもちょっと寂しいような気がするので、まあ、ちょっと例題と呼べるものか分かりませんけれども、少しは定義と定理以外のものも出してみましょう。皆さんがその高校で習った2次正方行列の逆行列なんですけれども、これ A をですね、まあ大体高校の数学ですとこんなふうに置くわけですね。で、AD-BC っていうのは、あの頃は単なる呪文だったかもしれませんが、ここに来て分かるのは、あれはこの A の行列式ってことですね。で、一応これ、その A の行列式が0という状況を考えましょう。そうしますと、まずその余因子を全部計算するわけですが、まず A の11余因子からこう順番に計算していくわけです。定義に従って計算しますと、A の11余因子はマイナス1の1プラス1かける、この A の11の行列式っていうのは結局 A の1行と第1行と第1列を除いた行列ですから、要はここではその A の任意成分だけが残るということですね。そうすると D が残るということです。だから行列式も D です。それから A の12要因子はまた公式に従って計算しますと、この A の12というのはやはり A の第1行と第2列を除いた成分ですので C だけが残るわけですね。で、符号を加えてマイナス C と。それから A の21要因子はマイナス1の2プラス1乗かける A の21のという行列です。小行列ですので、これ第2行と第1列を除いた小行列ですから、この B が残ります。で、符号も加わってマイナス B と。それから最後に A の22要因子はマイナス1の2プラス2乗かける A の22、だから2行2列を除いた第2行と第2列を除いた小行列ですので、A が出てきます。より、この A の逆行列というのは、A の行列式分の1かける A の余因子行列ですが、A の行列式は AD-BC 分の1で、A の余因子行列を一応書きますと、この余因子をですね、点値行列のように並べて書きますので、A の11がまずここに来て、それから、A の21ですね。21がここに来て、それから A の12がここに来て、A の22がここに来るということで、まあ、確かに皆さん高校で学んだ行列式の逆行列の公式にはですね、導かれていることが分かると思います。ということで、皆さんが高校の時に学んだ2行2列の行列式
あ行逆行列というのはそのこの余韻子を使って計算できるという話をしました。ここまでいいですか。で、あとですね、この第3章は残すところあと定理1つになりました。この 3.5 節というところで、セクション 3.5 でそのよく出てくる行列式の例ということで、まあこのよく出てくるというのがその どういう場面を指すかによっていろいろ変わってくるかと思います。少なくとも皆さんの日常生活にはよく出てくることはないと思いますが、まあ数学を勉強していると、特に代数学ですとかを勉強していると、まあよく出てくるとも言えるでしょう。でも一応数学の中では行列式の中で有名なものの方ですので一つやっておきます。定理 3.21 ですね。教科書ですと、91ページを見てください。ファンデルモンドの行列式と呼ばれるものでして、ローマ字で綴るとこういう綴りなんですが、語源はこれ人の名前です。数学者の名前です。ちょっと詳しい話はもし時間が余ったら最後にしたいと思います。で、その定理の内容なんですが、その行列式はちょっと特殊な形をしています。N 行 N 列ですね。 N 次正方行列なんですけれども、第1列には1が N 個並んでいます。で、第2列には X1X2 から始まって XN までこう N 個の変数が並んでいます。で、第3列には第2列と同じ変数なんですけれども、この x1 の2乗、x2 の2乗ときて、最後に xn の2乗が並んでいます。以後ですね、これが、x のべきがどんどん大きくなって、第 n 列には、x1 の n-1 乗、x2 の n-1 乗と並んで、最後に xn の n-1 乗が並ぶと。まあ、こういう形の行列式。ですね。で、それが一体どういう式になるかというと、π ということですから、この何らかの積になるんですけれども、インデックスは、i と j を取るんですが、i が j よりあ j が i より大きいという条件のもとで i と j が1と n の間を取ると。で、そしてxj マイナス xi ですね。こういうその変数の2つの変数の差の積になるというものです。この π の取り方がちょっと少し分かりにくいという人のために一応展開しますと、まず x2 マイナス x1 ですね。それから最初に今度 x3 が来ると、この引く方のインデックスはその引かれる方のインデックスより小さいという条件がついてますから、 x3 マイナス x1、 x3 マイナス x2 という組み合わせになります。で、そうすると今度は x4 マイナス x1 となって、以下同様にして最後は xn マイナス xn マイナス1ですかね。こういう積、こういう項因子の積になります。
あ、ちょっとすみませんね。じゃあちょっと上げますね。こういう形の印紙の席になります。で、残念ながら今日もう時間が来てしまいましたので、照明は説明しませんけれども、一応その行列式のですね、これまでやりました行変形や列変形の性質をこう巧みに用いて証明するやり方になっています。それから、もう一つコメントを付け加えますと、その教科書の証明とですね、僕の講義ノートの証明、ちょっと手順を変えてみました。教科書の証明は、その行に関する変形を用いて証明をしていましたので、僕の証明では列に関する変形を用いて証明していました。まあ、どちらもやっている計算の内容は本質的に同じなんですけれども、一応まあそういういくつ以下のその証明の仕方があるということを関心のある人には知ってもらいたいと思います。それからですね、あとはちょっと余談なんですが、このファンデルモンドという人なんですけれども、ちょっと調べてみました。ですね、実はインターネットに有名なその数学史に関するウェブサイトがありまして、これはイギリスのスコットランドのセントアンドリュース大学の数学科で、数学統計学科で編集されているものだそうなんですけれども、そこにいろいろな数学者の伝記が書いてあります。まあ、当然イギリスですから英語で書かれているんですが、ファンデルモンドの伝記もありましたので、ちょっと読んでみました。そしたらですね、ファンデルモンドはフランスの数学者で、生まれた年が1735年、亡くなったのは1796年だそうですので、まあ、18世紀に活躍した人ですね。で、面白いのは最初は音楽家でバイオリン奏者だったそうで、数学に転じたのは35歳になってからというふうに書かれてありました。で、それともう一つ面白かったのは、このファンデルモンドの行列式自体は彼の論文にはどこにも出てこないということらしいですね。で、これはどうもいろいろな説があるらしいんですけれども、その後にやはりその20世紀の、まあ、有名な数学者の一人であるルベーグという人がまとめた説によりますと、その誰かがそのファンデルモンドの式ですね、記法を行列式と誤解して、でこれがファンデルモンドの行列式だと、あと間違って広まったのではないかという説が今では信じられているようです。ということで、このファンデルモンドの資料の出典についても講義ノートに収めておきましたので、興味がある人は見てみてください。特に何か質問ありますか？じゃあ一応これで第3章おしまいということにして、次回から第4章に入りたいと思います。で、今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。